皆さんこんばんは、リサです。はい、ということでですね、先日ロフトの方に行きまして、そしたら結構久々だったもんで、渋谷のロフトでね、非常にたくさんたくさん買ってしまったので、今日はロフトの購入品をやっていこうと思います。よろしくお願いします。先生、こちらにいらっしゃいますか？はい、いててもらって、その間に私が発表していくという形でよろしいでしょうか？はい、ということで、じゃあ早速紹介していきます。今回はね、渋谷のロフトはやっぱりクリスマスもので非常に溢れてたので、クリスマスものも結構買ったりしました。じゃあ1個目ですね。といっても最後に紹介するんで、最初は全然関係なくビューティーものが多いかなと思います。はい、ということで、じゃあ1個目、まあ手近にあるのか取ってくね。1個目、こちらです。じゃーん。あ、オバジェのピーリング V10 エッセンス拭き取り美容液というものです。で、古い角質とかのごわつき、毛穴のざらつき、くすみが気になる時に使って、なんかこう柔らかくしてくれてだよみたいな感じなんですけど、私オバジェの製品ってすごく好きで、ちなみにね、今ねこの前買ったやつを飲んでるんだけど、これ美味しい、美味しかった。これ知らなかったので、どんなやつなのかちょっと気になって買ってみちゃった。あんまりね、こすったりするのは良くないと言いつつも、結構久しぶりにこうパッドとかで拭いたりするとすごい汚れてたりするから、取り切れてないものがあるなっていうのは、やっぱり改めて拭き取りとかやってみると感じたりするときないですか？私はめちゃめちゃ最近あったんだけど、優しくこう拭き取る分にはまあ大丈夫かなと思う。なんかこんな感じなんですけど、見たことある？全然知らないけど、もう大抵もうロートさんちが出すやつはもういいでしょうっていう謎のね、こうなんていうのかな、安心感というか、そういう感じがあるので、はい、ちょっとこちらもね試してみたいと思います。はい、というやつですね。続いてもオバジで、こちらです。はい、これも気になっちゃった。オバジアクティブベースクリアクレンジングオイルクレンジング 156ml というものですね。はい、同じ理由でね、オバジ先生いいなと思って買ったんですけど、オバジクレンジング出てたの全然知らなくて、使ったことなかったんでね、これも気になったんで買ってみました、というやつです。次、青バジもう一個買ったんだけど、今の時期柄なんですけど、はい、オバジのリップエッセンス買ってみました。これは何なんですかねなんか唇が乾燥してったりとかでいいのないかなと思って買ってみたんだ。ビタミン A 誘導体、ヒアルロン酸、プリテオグリカン、コラーゲン、エラスチン。おお、なんかプリンって感じかね。かさつきやハリ、弾力の低下が気になる唇に、まるで美容液のようにすっと馴染んでふっくらっとした唇に導きます。あ、ダーマパワー X LP 処方採用ってことなんで、ダーマ X ってこういうちょっとリフトアップじゃないけど、そっち系のねやつだったかな、ライン的にはと思うんですけど、乾燥してもそうだけど縦じわが気になったりとか、まあ年齢的なものもあったりとかでね、唇の悩みって若い時ってあんまなかったと思うんですけど、年々ねやっぱ出てくるらしいんだよね。今んとこドリドリ塗ってるから、そこまで私もねまだ唇の悩みっていうのがすごいあるっていうわけじゃないんですけど、ちょっとプリンプリンにやっていこうかなと思ったんで、はい、使ってみたいと思います。次、渋谷のロフト皆さん行かれたことありますか？私まあ大体2階のエリアか、あそこはまあ一周して全部見るんですけど、レジの近くの壁側、こう L 字っぽくなってる壁側のところとかもよく見る。ノブとかドクター K とかオバジとか、あのラインがあるところで、こっちさらに回るとモルトンブラウンとかアベダとかシゲタとかいうオーガニック系がある。こうこうのこうじゃんわかる？レジここのこうこうのこうね。そのちなみにあったんですよね、こちら。フェイシャルマスクピュアニュートラ1シート状美容液マスクということですね。 VC5 ということなので、ビタミン C5% のものかなと思ったんですよね。で、なんかビタミン C ってさ、高濃度のものがすごい出てさ、今だとどれぐらいがあるの？25とか30とかもあるのかな、23とか。ただただそのビタミン C の濃度が高ければいいというよりは、なんかお悩みによってそのビタミンの濃度のあれが違うっていう感じだったと思うんだよね。5とかだとなんか毛穴とかにいいんじゃなかったっけかっていうね、ちょっと浅はかな知識、もうちょっとちゃんと調べれば出るんだけど、そんなんだった気がすんだよね。だからこれは何に効くんでしょうかと言われるとよくわからないんだけど、なんか買ってきてみた。毛穴なのか、それとも透温なのかっていう感じなんですけど、そう、買ってみました。
結構ビタミン C 系は使います。というのも、もう Vlog 上がってると思うんですけど、韓国行って美容施術した時もピコトーニングをしてきて、今までねピコをもう何回も何回もやんなきゃいけないからめんどくさすぎて施術としてずっとやってなかったんですけど、なんかここら辺のちょっとシミとかも若干気になるなということで、悩みがね大きくなってからだと大変だから継続的に通おうってことで、ピコをすでに日本でも3回ぐらいやってて4回目ぐらいなのかな。そうしたらだいぶねすごく綺麗になってきたなっていう感じはするんですけど、てなわけで非常にこうシミだったりとかトーンを上げるっていう作業をですね最近すごい行ってたので、またビタミン C のとか美白系のアイテムを結構いろいろディグってたので買っちゃいました。こっちは10ですね。こっちの方がちょっとなんか高そうなゴールド、むしろこれを部屋に飾ってたらねギャル霊媒師さん曰くもう運気が上がっちゃいそうなねそんなパックにはなっておるんですけども、はい、そんな感じで濃度が違う2種類買ってみました。でこうやって並んでるとさ、なんかこう使ってみてのこう違いだったりとかもしかしたらわかるかなーなんて思ったんで、はい、買ってみました。ちなみにシートの形ももしかしたら違うのかも。こっちはすごく引き上げみたいなこういうね形になっているので、それもちょっと使い心地楽しみですね。次もう1個買ってたわ、ナンバーズね。私これの3番とか結構ね愛用してて、お仕事でもさせていただいたんだったかなと思うんですけど、なんかこの前メイクさんにおすすめされたナンバーズインのひんやりクーリングシートマスクというのをね、クーリングだったりとかなんか鎮静系とかそっち系っぽいのでリゾートとか行って日焼けした後とか抑えてくれるようなものもういいかなと思ってちょっとおすすめされたんで買ってみました。4番まで使うの初めてです。次はですね、あ、パックもう一個あったね。これまだ使ったことなかったの。はい、クオリティバーストのダーマレーザースーパーレチノール100マスクということでですね、これの金色のやつとかすごい流行りましたよね、ビタミンのね。で、これ意外といろいろ種類出てるんですけど、わりかしコスパいいなという印象です。正直なね、私のめちゃくちゃな感想を言うと別にいいんだけど、特別にこれは他と違うっていうほどのね良さを正直感じたことないんだけど、割といいじゃんっていう位置づけのパックではあるんだけど、ちょっとレチノール系のシリーズはね使ったことなかったし、最近その美白系もそうなんだけど、やっぱりなんだかんだいろいろな話を聞いてるとレチノールを使っとくのがマジで間違いないみたいなことは最近よく言うじゃないですか。なのでね、こうアイハーブとかでいろいろ買ってみたやつとかも最近はちょっと使ってみたりとかしてて、スキンケアもね同じのばっかり使うんじゃなくていろいろね冒険だったりとかいろいろ今使ってちょっとやってるところだったんで、レチノール系のシリーズ出てたので買ってみました。次パックはもう終わりなんじゃないかな、後で出てきちゃうかもしれないけど、次はこちら、じゃじゃーん、オシリスクラブアガリズム。これなんかさ、こういうシリーズよくスクラブじゃなくてもしかしたらクリームとかあります、デリケートゾーンに塗れる、なんかそれよく TikTok とかで見る気がするんですけど、私非常に色素沈着しやすいタイプなんですよ。でこれはなんかちょっとキモいなって思うかもしれないんですけど、スーパー銭湯みたいなとこ行ったのね。こうやってさ湯に使っててさ、目の前がさみんなのお尻の高さだったわけで、一人でこうやってこう使ってて見てたらさ、やっぱりさお尻の骨の当たる部分にちょっとなんか色素沈着があったりする人とかって意外と多くないですか。普段さこう人のお尻をね直接見る機会がなかなかないからあれだったんですけど、椅子座ったりだとかデニムとかタイトなので擦れたりとかそういうので色素沈着が起きやすい部位で、このお尻だったりとか肘だったりとかってあると思うんですけど、私もやっぱりすごい気をつけてて、今お風呂とかでもお風呂の椅子とかってなんか硬いじゃないですか。だから私お風呂の椅子用の座布団みたいなやつを買って使ったりとかするぐらい、できたものを薄くするのって大変だからできないように結構予防してたりするのね。まあでもやっぱり擦れたりとかなかなかこうザラつきがあったりする時もあるので使おうかなと思って買ってきました。で次はぜひもしオファーをいただけましたら、お風呂の椅子用の座布団を作ってくれる企業さん一緒にコラボしてやってくれないでしょうかね。ねと思ってるの。結構ね違うよ。私 Amazon で買ったんだけど、見てたらこうお年を召された方々ってだんだんこう脂肪とかも落ちてって骨っぽくなっていったりするじゃないですか。そういうなんかおじいちゃんおばあちゃん方がお風呂に入るときに椅子に座ってお尻が痛いっていう方がこう使ってるみたいなレビューが非常に多かったんですけど、色素沈着しやすい方って別にね健康でお肉がついてる方でもいると思うんですよ。なのでお風呂の椅子の座布団ひど
どくはもちろんなってないから、すごいそれで改善するってわけじゃないけど、まあ予防の一つにはなるのかななんて最近思ったので、オファー待ってます。いやどこからだよって感じだけど一緒にそういう新しいおもろいものを作ってくれる方々がおりましたら、ぜひこちらの方かこちらの方かこちらの方かご連絡くださいということで、何の話だったんだっけって思ったんだけど、お尻のスクラブね。でそれに伴ってなんだけど、これ懐かしくない、この AHA、 これのね緑の石鹸を昔よく使ってて本当に好きだったの、何個もリピしてたんだけど、そこんちの全身ケアタオル、これもなんかお尻だったり肘だったりとかそういうところをいいんじゃないかなと思って買ってみました。まああんまりやりすぎるとね、肌もこするのも良くないし、最近は特に乾燥してるからね、傷つけたくはないんですけど、部分的にだったりとか、あと背中って自分でケアしにくいところだったりするんで、まあ、なんか使ってあげてもいいのかなと思ってうるさかったかな。次どん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 取っていこう。次はですね、あ、これなんかおかみと今回言ったんですけど、なんかこれ有名だよねって言ってて、触ったら良さそうでした。 USA 売上ナンバーワンハンドクリームブランドっていうことなんですけど、これなんかかかととかに使ってもいいのかな、なんかすごい良さそうな感じだったんですけど、あのベタつかない低刺激無香料のハンドクリームなんですけど、パッケージがアメリカって感じよね。はい、こんな感じで、これなんかちょっとクリームなんだけど、若干なんかホイップみたいな、そういう軽やかなテクスチャーで、あとさ、無香料って言ってもさ、なんか無香料っぽい匂いってわかる、なんとなく匂いするやつあるんだけど、これ本当にね無香料で全然開かないじゃん、どうしたらいいのこれ、全然、ごめんね、あ、入ったわ。はい、最初はこんな感じなんだけど、なんかなんていうの、ちょっとなんか なんていうのなんかちょっと変わった生クリームみたいな、本当にすごいそういうポフ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 系なんだけど、あのベタつかない系なんですよ。だからかかととか本当いいと思う。あ、でもなんか今こうやって開けたてのやつで書いてみたら、若干酸味みたいな匂いがしないでもないか。お店に置いてあったやつは多分開封してしばらく経ってるから、この匂いが飛んでたのかもしれないね。あ、いやでもそんなことないか、手が酸味だったのかな、さっき黒酢こうやってやったからかな。いやでも塗った後は全然気になる匂いはやっぱり少なめかなと思います。でちょっとねテクスチャーが変わった軽い感じのなんで、かかととか塗った後さ、ぬるぬるすぎて家の中滑りそうになったりしないですかなのでこれいいかなと思って買ってみたんで使ってみます。次、よく最近見るみたいな感じでおすすめされたんだけど、ティーフィットっていうものかな、ルミネイルスキップトーンアップクリームっていうことで、首とかデコルテに塗るとすごいなんかトーンアップしていいクリームなんだよみたいなこと言われて、なんかサンプルがさ置いてあるじゃん店頭に、塗ってみたんだけど、なんか本当にベタつかないしいい感じだったので、あ、良さそうと思って買ってきたやつですね、というやつです。ニットとかでもね、ここら辺まで空いてるの着たりすることもあると思います。で夏よりかは露出減ってても、まあそういう機会もあると思うんで、そういう時にねこう綺麗に演出するっていうのもいいんじゃないかなと思いますよ。次はですね、こちら、はい、大好きな、オフ&リラックス OR シルキーナイトリペアプレミアムマスクバイオレットムスクの香りということでですね、今回ロフトに行ったのはですね、実はこの OR のイベントというか登壇みたいな形で行かせていただいたんですけど、もちろんせっかく渋谷そしてロフトまで行ったということであれば、帰りに買い物をしましょうということで、これね出てたんだけど、私の知る限りいつ出たんですかっていう感じだったんでちょうどいいじゃんと思って買ってきたの。シルキーナイトリペア自体は使ったことあって、本当に大好きなシャンプーの一つなのね。でこれちびっこちゃんが 10g×3 っていうのがあって、旅行行ったりですとかなんかそういう時にも非常にいいんじゃないかなと思ったんで買ってきました。これね本当にいいよ、毛先が広がったりとかそういうタイプの方には非常に合ってる系だと思います。次こちら、おーやっと買ったのかよって感じなんですけどね、マリネスのプロテインが、ロフトのキャッシャーがあって、ここここここで、さらにここね、ここのコーナーよ、アベダとか通り過ぎたとの隣のコーナーにマリネスがあって、で私ねプロテインはですね、ミルクティー味っていうのが非常に好きなんですね。はい、ミルクティー味ですとか黒ごまきな粉的なサムシングでしたりとか、そこら辺の味結構好きなので買ってきちゃいました。最近ねこれって決めたプロテインないし全然飲んでなかったので、まあこれを買ったことによってしっかり運動して飲もうかなっていうことです。これからね皆さんも気をつけてください。今年とかになりますと、だいたい忘年会ですとかクリスマスですとか年末年始なんかこう食食食
くっていうねイベントたくさんありますよね。クリスマスケーキでしたり、雑煮っていう餅でしたりとか、もうハイカロリーのね、あの祭りが待ち受けているので、もちろんね後に縛るの大事なんですけど、時期を迎える前に一旦ちょいと絞っておくと後々楽かと思うので、皆さんもぜひそろそろ仕込みをね始めていただくのがいいんじゃないかななんてアナウンスをここでしてみてます。次はこちら、有名よねココンチ、松木さんだっけ、松山さんですね全然違います、松木さんは違いますね。アミノ酸の保湿入浴料っていうことで、ココンチはね本当にパッケージがとてもシンプルで、他にもなんかいろいろ製品ねあって使ったことあるんですけど、素早く溶ける重曹がベースで、お湯の肌触りをこう柔らかくしてくれて、入浴後の乾燥しやすい肌の潤いを守りますっていうこと、いいなと思ったね。せっかくお風呂でさ、なんかちょっと入浴剤とか入れてさ、しっとりさせたとしてもさ、あっという間にお風呂から出てさカピカピになっちゃうでしょ。なのでそういうちょっとまろやかというか、クリーム塗るまでの間にちょっと潤いを逃さないでいてくれるようなやつ使いたいなと思って買ってみました。何かと混ぜて入れてもいいかなと思って、多分匂いとかないのでね。はい、次はですね、ここら辺アベレダで買いました。はい、こちら、このオイルが欲しかったわけじゃないんだけど、このねベレダのホワイトバーチボディカッサセットっていうのがあって、このねカッサがサンプルでね置いてあったんだけど、すごい使いやすそうで、これいいじゃんっていうことで取り入れたかったんで、オイルもグレープフルーツの香りってことなので、まあいいかなと思って買ったんだよね。あ、うん、これってあのさ妊婦さんが使うオイルとは違うよね。あの匂いすごい臭くない？あ、全然いい香りじゃん、いい香りじゃん、最高、いい香りです。優しいグレープフルーツの香り。で、こいつよ、なんかこういうラインだったり、足だったりとか、こういうとこだったり、こう首だったりとか、非常に使いやすそうじゃないですか。シンプルなんだけど非常に使いやすそうで、いいサイズ感だったんでちょっと買ってみました。なんかボディクリームもいいんだけど、やっぱりさマッサージしてるとモロモロってなってくるから、マッサージはやっぱりオイルがいいのかなと最近は結構思ってますので、ちょっとやってみようかなと。これ限定のキットなのかな、むしろウェブとかだとこれだけ売ってるのかちょっとわからないんですけど、非常に良さそうだったんで、またレビューしますね。はーい、じゃあ次はですね、こちら、はい、リファなんですけど、ヘアウォーター、これね、なんかニューってなってたか、ロフト先行だったか忘れちゃったんですけど、出てました。ウォータータイプどうかなと思って。ダイソンのね、カールのドライヤーがうちにあるんだけど、あれってね、やっぱちょっと湿らせた状態で、まからしたというか、熱通した方が、やっぱしっかりカールかかるってことなのでね。大体さ、朝でセットする前ってみんなさ、朝シャン以外の人だったらさ、髪乾いてるでしょ？一旦濡らしての時にいいんじゃないかなと思ったんで、香りも非常に嗅いだら良かったのと、あとリファのロックオイルが私非常に好きでですね、もう何本リピしたのか本当に分かんないぐらい買ってるんですよ。なのでリファはね、やっぱ合うなって思ってるので、今回ウォータータイプも買ってみました。次、みんな安心して、だんだん減ってきてるよ。髪の毛ものちょっとね面白いもの見つけたの。使ったことありますか？トレンドホリックヘアエイド粉ケラチン3回分ってもので、なんかちょっと面白いなと思って買ったんだけど、トリートメントをまず髪に塗って、その後にこのケラチンの粉をこう出して、それをこう塗ると、その後長洗い流すといいよっていうものらしく、なんか面白そうだな、ネルネルネルネみたいだなと思って買ったの。なんかこれ2種類あったんだけど、こっちは内部補修ってやつなんですけどね、買ってみました。ちょっとやってみたいかなと思います。毎日のヘアアイロンする方、ブリーチなどギシギシと痛みと乾燥が止まらない髪ということなんで、まあ乾燥で言ったらね今からひどくてさ来てるので、ちょっとこれも使ってみます。次はですね、全然関係ないんだけど、歯ブラシ買ったのね。歯は大事だからね、歯磨き粉あるんだけど、いい歯ブラシないかなと思って。結構ロフトってさ歯ブラシのバリエーションもすごい多いのね。私歯ブラシってちょっとこだわりがあって、硬い歯ブラシ嫌いなのね。だからいつも柔らかめを使うことが多いんだけど、柔らかめで先端がちょっと細くなってて、このポケットにしっかり入る歯ブラシがいいのね。もうほんと妊婦の時に前歯が虫歯になって以来、結構ほんとにトラウマで、柔らかくてこう
毛先が細くてしっかり間まで入って洗ってくれるっていうね歯ブラシをね永久に探してるの一番いいやつをね、なので今回買ってみました。こういう箱に入ってるタイプってさ、なんか歯医者さんとかでさ売ってたりくれたりするよね。 GCルシェロ歯ブラシ P10S10S 柔らかめっていうもの、歯科用って書いてあるんでまさしくそうだと思うんですけど、ちょっとね試してみるね。電動歯ブラシよりも私自分のねタイミングでやらしてほしいの、歯ブラシをね。次、あ、リピ品こちらですね。お気に入ってたんだけどなくなっちゃった。こちら私大好き、デジャブの極細ラインさっとにじ滑らかにじまない密着アイライナー極細クリームペンシル。明るめのブラウンも持ってたんだけどそれも使い切ったんだけど、やっぱダークブラウンが一番使うかなと思って、ここんちのダークブラウンはちゃんとダークブラウンです、当たり前だけど。真っ黒はなんかやっぱちょっとあんま好きくなくて、ライトめのブラウンだと締まりきんないなって思う時もあるんで、まあもちろんねメイクの雰囲気によって黒がいい時もあればもっと明るいブラウンの時がいい時もあるんだけど、大体私のメイクにはやっぱりこれが一番漏れてて馴染むしいいかなっていうことで、このね細いやつめちゃくちゃいいのでこれも2個買ってきました。やっぱクリームタイプなんでね、結構繰り出してるとあっという間なくなっちゃうんでストックはないと無理ですね。次はですね、アイシャドウ買ったの、久しぶりに買っちゃったわ。クリオのねアイシャドウが結構可愛くて、こうやってねパレット買うとみんなにね、これリサさんこれって言われちゃいそうなんですけどね、パレットばっか集めてって。でもね可愛くない、ときめきメモリアル、はい、ときめきメモリアル、はい、ときめきメモリアルっていうことで、ときメモなんですね。クリオプロアイパレット1番ジンブリーピンク、ちょっとごめんね乱視で全然見えない、シンプリーピンクだった、全然違うね。これ見た時にね、私が一番好きなのは意外とこいつ、君に決めたって感じ。意外とかない、別にリサさん好きそうだなって感じ。いやー可愛いなと思って、マットも 1,2,3,4,5 種類、ラメも 3,4,5 種類入ってて、まあラメの方はですねちょっと大きさだったりしっとり感とかは結構違いそうな感じはするんですけど、非常に良さそうだったんで買っちゃいました。クリオのねアイシャドウもすっごい流行ったよね。確か指原さんかなんかが使っていたシングルのアイシャドウが非常に人気が出てみたいな話があったかなと思うんですけど、懐かしいですよね。最近はやっぱりアイシャドウで言ったらどこなんだろうね、ウェイクメイクだったりとか、デイジークはコンシーラーのパレットが一番人気なのかな。ヒンスだったり、もちろんロム&だったりっていうのも出てるけどね、やっぱりクリオ非常に可愛いですよね、ということでパレット買いました。次はこれね、もうストックあるのにまた買っちゃった。まつげバッチバチに仕上げている方、タバカンでねアイドルっぽいメイクされてる方いろいろいるかと思います。まあもちろんねオイルでババッと落ちるんですけども、やっぱりこう摩擦とかを考えるとリムーバー使った方が本当にスルッと優しく一瞬で落ちるのでおすすめ。いろいろねこう勝手に動画にもしてないんだけど、一人でねこうリムーバー検証とかやったりしてるのね、動画にしろよって思うでしょ。とんのめんどくさくなっちゃうんだよね、とんのめんどくさくなっちゃって、勝手になんか楽しんでいろいろこう何風呂場で検証してたんだけど、圧倒的にヒロインメイクですね、一番落ちる。この次はセザンヌが好きなんですけど、ヒロインメイクの強力マックスカララクオフ、これはね海外でも流行ると思うね。海外だとボリュームのマスカラとか結構使ったりするでしょ、みんなマスカラバチバチやるでしょ、これめっちゃ流行ると思うね。これはお土産で買うべきだね。馴染むまでのスピード感が尋常じゃないんですよ。オイルとかでもこうやってやんなきゃいけないじゃん。もうこれはなんかまずブラシ状じゃなくて、ブラシなんだけどなんかちょっとプラみたいな謎のブラシなんだけど、それでこう何引っかかりもなくこうやるだけで本当に、でこの後こうやってやってあげたらもう OK なんで、ストレスフリー、もう本当にマスカラリムーバーはこれにつきます。安心してみんな、かなり減ってきたよ。次はですね色地で買ったんですけど、こちら私まだ使ったことなかったの、ラブライナーのリキッドのグリッターですね。まあグリッターのライナーでいうとこういうタイプ流行ってますよね、筆タイプのね。一番最初どこから出たのかなっていう感じですけど、ヒロインメイクさんから限定で出たピンクのやつが非常に売り切れて、メルカリで高値で転売されてたっていうエピソードが懐かしいなと思うんですけど、それと同じぐらいかなって時にロムアンドからも出て、そしてラブライナーからも出てたんですね。非常に可愛い色味でした。ピンクとオレンジとゴールドがあったんですけど、オレンジっぽいやつは売り切れてたんですが、なんかどれも可愛いなと思って買っちゃいました。なんかやっぱコスメのね技術がすごいですよね。昔だったらこういうキラキラしたラメを筆でやると詰まっちゃってたんじゃないのかななんて思うんですけど、詰まることもなくリキッドとか
のやつよりはギラギラしすぎずナチュモレできるし、こう目尻側に使うこともできるので非常にねこう使いやすいということで使うの楽しみです。次はですね、同じくラブライナー。はい、私やっぱリキッドのライナーね、非常にラブライナーのこのカラーが好きなんですよ。ダークブラウンね。もう何年使ってるんでしょうかね、ラブライナー先生は。もう YouTube を始めた頃ぐらいから使ってんじゃないのっていう勢いなので、もう本当に10年以上のお付き合いになるかなと思うんですけど、一時ね、覚えてる方いるかわかんないですけど、今ウズって名前になりましたけど、当時はモテライナー。ラブライナー派かモテライナー派みたいな感じで、スピードで言うとヒロコ派かエリコ派かみたいな。わかんないか若者もっていう時代がねあったんですけども、私はその時代からですね、やっぱりラブライナーが非常に書きやすくてこれ使ってたんですけど、もうねインク出なくなっちゃったんで買ってきました。で今はね、あのリユーザブルボトルで中身だけ芯変えれるようになってるんだねっていう感じにもなってたんで、サスティな感じになっておりましたよ。別売りのリフィルと付け替え可能ということなので、そういうサスティも考えられてるラブライナーですね。あ、安定感あるよね。他にも好きなライナーは全然あるんですよ。もっと細いんだったりとかね。でもなんか安定感あって、なくなったなってなった時にさっと買うのはこれですかね。次、マスカラ。マスカラもね、今スカイハイが非常に好きで、もうこればっか使っちゃってるんだけど、好きなものばっかり使うのはね、非常にいいと思うんだよ。愛用品だから。でもやっぱり進歩がないじゃないかということで、また買っちゃった。でもこれ今まで使ってたやつと別だよね。私がさ、すごい使ってたやつ、これじゃなかったよね。これの多分、お湯落ち使ってたと思うんですけど、こっちも使ってみた。私、好きなんですよ。ヒロインメイク、基本的に。私の好きなタイプを作ってくれる会社さんだなっていう感じがするんですけど、ロングアップマスカラのスーパーウォーターアップリオフ。このリムーバーがある時点で、どんなマスカラでももう使って OK 中の OK なので、ウォータープルーフ買いました。カールキープ力でいうとウォータープルーフとかなんかそういうタイプのものの方がお湯落ちだったりとか石鹸落ちのものよりいいと思うんだよね。やっぱりでもそりゃそうだと思わない？強い強力なノリだったりさ、ウォータープルーフの強いやつを使ってる方がそりゃなんかこう強そうじゃんっていうことなのでね、私途中でお直しとかあんまりしないタイプなので、まあ直すといったらここら鼻周り直した後リップ直すぐらいしか基本的にしないから、ちょっとウォータープルーフの方も使ってみようかなと思って今回買ってみました。はい、ということでね、ほぼほぼコスメの方は終わりなんですけど、最後は最近推してるリップがあって結構気に入ったからね、他のカラー全部買ってきたやつを紹介します。こちらです。じゃーん、イントゥーユーで合ってますか読み方。これドロリップのところで流行ったかなと思うんですけど、コンデンスフォグリップマットっていうものです。もともと持っていたのがなんとかフォグみたいな名前だったんだけど、それ以外の色を全部買ってきた。でもこれあの韓国のコスメなんで、もしかしたら本国だともっと色があるかもしれないんですけど、 C01020807 ということ、この番号的に間がありそうだよね。でこのリップ結構すごい好きなんですけど、マットなんだけどマットじゃないんだよね。ちょっとツヤっぽい。最初はね圧倒的にツヤっぽいんですけど、しばらくしてるともうちょっと馴染んで、確かにマット味は出てくるんだけど、マットとツヤの本当合いの子みたいな感じで、特に今乾燥してるシーズンだとさ、マットものの方が雰囲気出るんだけど、ちょっと縦じわ気になったり乾燥気になったりとか、特にリップが荒れてる時とかってなかなかマット使えないじゃないですか。そういう時になんかすごく綺麗に見せてくれつつも、ちょっとマットっぽさも、すごいマットかって言われたらすごいマットじゃないんだけど、ちょっとマット味もあるよっていうことで、非常に可愛いリップで気に入って使ってますね。しっとり感もあって非常に良いので、おすすめのリップです。最近リップもね、新しいのいろいろ使って、というかね、もうほんと全てにおいていろいろ新しいものを使って、最近マンネリしてというか、もう同じのばっかりずっと使っていたので、最近のお気に入りのコスメだったりっていうのをまとめて動画にしようかなと思ってます。最近買い物ばっかでさ、なんかビューティーっぽい動画上げてなかったけど、クリスマスのさホリデーものだったりとかさ、結構いただいたのもあるんだけど、そういうのとかも日々ねちょっと使ってみて試したりしてるわけよ。せっかくの季節のものをいただいてるので、季節の時にやっぱり皆さんに紹介した方がいいかなとは思うので、マンネリして楽してないで新しい色味だったりメイクっていうのをやって紹介していこうかなと思います。っていうところまでがコスメとかビューティーのコーナーね。まあここまでで私今もう36分喋ってるんだけど、まあでもあとちょっと、もうちょっとお付き合いください。で、冒頭に話したかと思うんですけど、クリスマスものね、入り口のエリアにですね、すでにもう本当に可愛いの、オーナメントだったりツリーだったりとか、もう本当にテンション上がっちゃうみたいなエリアがですね、ロフトさんできてまして、そこのとこで買ったのが1個目。じゃじゃーん、可愛くない？ね、使うのリサさんって声が聞こえてきそうですけど、マグカップに引っ掛けられるマグハンガークッキー、はい、ジンジャーマン。
ジンジャーマンがこういう感じで、こういう感じでいますね。かわいい。こうやって使ってくださいっていうやつ。てかさ、わかるかな？ベサニーモーターちゃんとか、ベサニーモーター、モーター、モーターちゃんとかわかる人いますか？本当に私が YouTube 始めたぐらいの時に、アメリカとかでも絶大な人気を誇っていた、なんか DIY とかを特にやるね、女の子の YouTuber の方がいて、最近は多分動画上げてないかなとは思うんだけど、彼女はそういうなんかクリスマスのデコレーションだったりとか、そういう可愛い DIY とか、バレンタインのなんかこうラッピングとか、そういう可愛い動画をたくさん上げててね、そういうのをちょっと思い出しちゃって、私もそういうのやりたい、私だってそういうのやりたいって思って買ってきたの。ベサニーちゃんのこと知ってる人いるのかな？本当にかなり昔にね、そういう動画アップロードしてたから、ね、もしかしたら知らない方いるとは思うんですけども、ベサニーちゃんを思い出してちょっと買ったやつですね。今年は本当になんかまだね、ちょっともったいぶっちゃって、本当ごめんなさい。リフォームしたエリアはまだ全然出してないんですけど、家具がまだ全然来なくて、もうちょっと整ってからの方がなんか動画として成立するなと思って、まだねこのエリアしか解禁してないんですけど、そうしたら多分ツリーを置いたりだとか、クリスマスのデコレーションはできるんじゃないかなと思ってるので、ちょっとその時にね活躍するんじゃないかなと思って、願いを込めて買ってきました。 Make a wish ということですね。で、私ロフトといえばなんですけど、誕生日とかクリスマスとか、そういうカードがね非常にたくさんあるじゃないですか。で、クリスマスのエリアにね非常にいっぱいあったので買ってきちゃったの。というのも、おこと、ジョージさんにクリスマスプレゼントを買ってたのと、これから買うのと、まあいろいろあるんですけど、カードを買ってきたので、ね、でジョージさんにはこちらです。はい、ハワイ大好きなので、ハワイサンタさんみたいな感じのスノードームみたいな形してて、すごい可愛くない？こういうカードを買ってきて、これにね書いて渡そうかなと思ってます。サンタビーチドームっていうやつですね。可愛い。ジョージさんすごいぽい感じなので、これにメッセージ書こうかな。で、おこはですね、こちらを買ってきました。これは2人で書いて渡そうと思うんですけど、飛び出す絵本みたいな仕掛けカードっていうのかな、なんか名前の正式の日本語の名称がわからないんですけど、こう開くとこう立ち上がって、こういう感じに、赤い車とかなんか好きそうじゃん、こういうわかりやすい色なので、なんかちょっと喜んでくれるかなと思って、まあ出落ちなんですけど、こう出した時だけの出落ちなんですけど、出落ちカード買ってみました。ちょっとなんか大人っぽいかしらとか思ったんだけど。で、あとはですね、ちょっともうこれ出しちゃうとみんなテンション下がっちゃうかもなんだけど、この時期じゃない？可愛くない？お年玉。初年なのよ。私ね、ギリヘビなんですけど、私と同年代で、私早生まれだから、ヘビだから、同年代はタツだからね、今年同世代の方々、人生36周年目、3周目、年女、年男ということですよね。で、タツだから恐竜的なのかわかんないけど、なんか私に刺さったの、この可愛いティラノサウルスみたいな。あげる人、うちそんな親族多くないからいないんですけど、お年玉袋買いました。祖母にもね、お茶でもどうぞということで、お年玉っていう袋はいつも使ってないんですけど、まあ可愛いからこれでもいいかと思って、祖母にもあげようと思ってます。で、あとはうちの母、猫大好きなんですけど、すごい可愛いガーランドがあったんで、これ渡してあげようと思って。こんな感じ、すごい可愛くない？で、なんか実家のメルとジュリーに似てる猫もいたんで、なんか喜んでくれそうと思って買いました。あとはね、ラッピングを買いましたね。すごい可愛かったのがあるから見てほしいんだけど、不織布のねやつを大体私はいつも買うので、これね、ツリー型になってたの、縛ると可愛くない？何を買うか決まってないんだけど、大は小を兼ねると思って大きめを買ってみた。これはまあとりあえず2つぐらい買って、で、はい、可愛いクマさんじゃないよ、サンタさん。おいおいおい、喋りすぎて疲れちゃってんじゃん、サンタさんね。あとはまあ王道のこういう感じの、ちょっと大きめのもの入れたりですとか、あとちょっとこれは大人っぽいですけど、ちょっと可愛くないですか、これも。あとやっぱまあまあ大王道、靴下型なんていうのもいいかな、なんて。最後にこうシールなんかも一応あった方がいいかなと思って買いました。パチ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 、結構長くなりましたが、これで全部かな。待って、ごめんなさい、お尻の下にもう一個だけありました。フジコのリップ前買って、南のね粘膜ピンク買ってよかったから、あれと種類違うのかな、の別のやつを買ってきました。6番の恋の花束ピンク、恋の花束ピンク、なんか見た目が可愛っぽそうじゃない。あー、いいですね。あー、これはモテる OL だ、完全に職場で一番モテる OL の色。
見つけましたね、皆さん。かわいい。そう、これも結構ティント力高くていい感じなので好きですね。まあなんかさっきのとはまた全然質感が違うので全然楽しめるかなと思うんですけど、おすすめリップまとめて今度紹介しますね。ということで、サクサク紹介していったけども結構な時間喋ってしまいましたね。久しぶりのふと言ったらいっぱい買いすぎちゃった。全部でみんないくら買ったと思う？タイトルにかサムネに載ってたからわかると思うんだけど、7万円ぐらい買っちゃった。何にそんなにお金がかかったのか私にはもうわからない。まあでも久しぶりに行くとね、コストコもこういう現象起きるので、まあしょうがないかななんていうのは思ってるんですけども、ちまちまいろいろ試していきたいかなと思います。というわけで今日の動画はこんな感じでした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。